どうも、困った時は長谷川優衣、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのはまだ間に合うなでしこジャパン注目選手を紹介。ラウンド16でノルウェーを撃破し、11日にはあのアメリカを倒したスウェーデン戦を控えるなでしこジャパン。ここまでは戦前の結果をいい意味で裏切る快進撃を続けており、これまでの成績は4試合で14ゴール1失点とエグすぎる成績を残しています。さらに1次リーグで敗退したチームを含め全32チームで唯一警告と退場がゼロ。しかもファールも一番少ないとのことで、強くて優しく可愛い姿はまさになでしこ。そして来たるスウェーデン戦を控えてキャプテンの熊谷は、正直ワールドカップはベスト8に進出してからじゃないと日本国民には見てもらえないと思うんです。ベスト8に進出してその上に行かないと、とコメントしており、11日の試合がなでしこの命運を握る正念場となります。今回は本当は全員紹介したいところですが、僕のスタミナと相談したところ5人に絞り紹介していきます。1人目は宮澤ひなた。今大会ブレイクを果たした宮澤ひなたは、代表キャップ数22試合4ゴールの成績でワールドカップに臨みましたが、今大会すでに5ゴールを決めてなでしこ躍進の原動力になっています。その武器はなんといっても 50m 走6秒8のスピードで、なでしこ必殺カウンターのフィニッシャーとして2列目から飛び出す姿は世界中の度肝を抜いています。そんな宮澤ですが、高倉監督が率いた代表には定着できませんでしたが、池田監督が採用した3バックがスピードとスタミナが武器である宮澤にドハマりし、初戦のザンビア戦では先制点と3点目を奪う活躍でプレイヤーオブザマッチに輝きました。さらにスペイン戦でも前半のみの出場ながら2得点1アシストを記録し、2度目のプレイヤーオブザマッチを受賞。さらにさらにノルウェー戦においても先制点となるオウンゴールを誘発すると、試合終盤にも決定的な3点目を奪う活躍で3度目のプレイヤーオブザマッチに輝きました。現在得点ランク首位となる5得点は2011年大会のホマレ姉さんに並んでおり、今大会のシンデレラガールからヒロインになるべくまだまだ爆発してくれることを期待しています。2人目は熊谷咲。守備の統率やビルドアップの要となる足元の技術を持った世界トップレベルのセンターバック。2011年のワールドカップでは全試合に出場し、現なでしこジャパンの中で唯一優勝を経験している熊谷は、今回のワールドカップが4度目となりますが、驚きなのがまだ32歳。そんな熊谷は男子チームで言えばレアルやバルサクラスの一度はプレーしてみたいと究極の目標に掲げる超強豪クラブであるリヨンに8年間在籍し、1516シーズンでは女子チャンピオンズリーグで優勝に貢献すると、熊谷は決勝戦の MVP に選出されました。そして昨シーズンはバイエルンでディフェンスのみならず、ボランチのポジションでも活躍し、リーグ優勝の立役者となると、個人のスタッツとしてもパス成功率 92% と驚異的な数字を叩き出し、ブンデスリーガで1位の記録を残しました。そして来シーズンからはセリエA王者のローマへの移籍を決めており、勝者のメンタリティを備えた頼りになるキャプテンとして日本を支えてくれるでしょう。3人目は長谷川優衣。豊富な運動量や卓越したテクニック、小柄な身長ながら相手を手玉に取る様はまさに和製モドリッチ。そして親戚の赤ちゃんを見ているような笑顔あふれる愛くるしさはまさに和製カンテ。このモドリッチとカンテのキメラとして魅力あふれるプレーをピッチで体現する長谷川は、なでしこジャパンの心臓として今大会も攻守両面で違いを生み出しています。そのキャリアを振り返ると、日テレベレーザの下部組織で頭角を現した長谷川は、2015年から19年にかけてなでしこリーグの5連覇に貢献し、リーグベストイレブンにも4度選出。そして日本代表では年代別代表に飛び級で選出され、2014年にはなでしこのアンダー17女子ワールドカップ初優勝にも貢献し、この大会で長谷川は準 MVP に値するシルバーボール賞を受賞。その後24回目の誕生日を迎えた2021年1月29日にイタリアの AC ミランに完全移籍することが発表されました。そしてデビュー戦でミランの先輩ケイスケホンダのお株を奪う無回転フリーキックを突き刺すと、追加点を叩き込みドッピエッタを達成。その後もシーズン途中加入ながらインパクトを残し、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献しました。この活躍からイタリアメディアのなんちゃらかんちゃらは、シーズン後半戦の主役をとどめなければいけない、パリサンジェルマン、バルセロナ、レアルマドリーと複数の欧州ビッグクラブの標的となった優衣長谷川のような選手のことだと、長谷川のパフォーマンスを最大限に評価し、2021年8月にはウエストハムへの移籍が発表されました。そして2022年4月のレディング戦ではペナルティエリア内でボールを受けると、
と細かいボールタッチで立て続けに2人のディフェンダーをかわしてゴールを決め、このゴールはリーグのゴールオブザシーズン賞にノミネートされました。そして個人的に気になったのが、ロッカールームを映した動画内でチームメイトのリサがバキバキの目でチンコチンコと連呼しており、リサが日本語の下ネタを独自のルートで輸入した可能性も捨てきれませんが、状況証拠から推測するに長谷川優衣が下ネタの伝道師として暗躍していることは間違いないでしょう。この長谷川のさまざまな活躍からウエストハムは過去最高の6位でリーグを終えると、2022年9月8日のデッドラインデーにマンチェスターシティへの電撃移籍が発表されました。そして長谷川をアンカーに添えていこうチームは復調し、長谷川自身もファイナルサードでのパス成功数4位、ミドルサードでのボールダッシュ数がリーグ2位と申し分ないスタッツを残しました。この活躍によりイギリス紙ガーディアンの企画世界の女子選手トップ100で日本人最高位の73位にランクイン。ちなみに2019年のアンアンの取材で、どんな男性がタイプかと質問された際には、心の広い人がいいです、自分は構ってほしいというか相手にちょっかいを出すタイプなので、それを受け入れてくれて一緒にふざけ合える人を求めますよねと語っていますので、下ネタはちょっと苦手ですが、視聴者にだるがらみされても心を広く受け入れている清純派サッカー YouTuber の存在が届くことを祈っております。4人目は長野風花。アンダー世代から知る長谷川優衣とアウンの呼吸でダブルブランチを形成する日本の10番。的確な状況判断からのゴールへの起点となるパスや、危険なパスを予測し相手の攻撃の目をつむ守備が持ち味で、サッカーでは年齢に関係なく相手のチームより走らないと勝てないという考えのもと、中学時代からオフを返上して走り込んだスタミナを武器に日本を中盤の底から支えます。そんな長野は浦和レッズレディースでわずか15歳ながらトップチーム登録を果たし、2014年のアンダー17ワールドカップでは飛び級で招集されると5試合にフル出場し優勝に貢献。さらに2016年の自身2度目となるアンダー17ワールドカップでは、大会に参加する336選手中ただ一人すでにタイトルを持っている特別な選手と紹介されるなど注目を浴びると、決勝で敗れたものの見事大会 MVP に輝きました。そして2018年にフランスで行われたアンダー20ワールドカップにおいて10番を背負い、優勝に大きく貢献するなど国際トーナメントの経験値がえげつないほど溜まっています。現在はリバプールでプレーしており、日本の10番リバプールといえばあの男を思い出しますが、カラバオの石を継ぎワールドカップの王者になってくれることを期待しています。最後は山下彩香。シュートストップの範囲の広さや攻撃の起点になる左足の正確なキックを持つ現代的なゴールキーパーである山下は、高校生でフォワードから転向しており、足元の技術には絶対的な自信があります。そして2017年シーズンには日テレベレーザのリーグ3連覇に貢献すると、3年連続となるリーグベストイレブンに選出。さらに昨年開幕した WE リーグの初代 MVP と優秀選手賞に輝き、続く WE リーグ2シーズン目も優秀選手賞とベストイレブンに選出され、女子サッカー界屈指のゴールキーパーとなりました。その実績を携えてなでしこジャパンでもここ数年間は守護神に君臨しており、ノルウェー戦でも試合終盤に至近距離のヘディングシュートをスーパーセーブするなど、なでしこの選手の中心にいます。今回5人の選手を紹介させていただきましたが、まだまだ魅力あふれるプレイヤーがなでしこジャパンにはたくさんいます。1試合でも多く戦い、たくさんの人の目に留まって、もう一度なでしこジャパンが盛り上がるために皆さんで応援しましょう。というわけでいかがだったでしょうか。なでしこジャパンの選手紹介という動画だったんですけども、いや本当はねもっとたくさんの選手を紹介したかったんですけども、ちょっと僕のスタミナ不足により明日のスウェーデン戦に間に合わずに取り急ぎ5人だけ紹介させていただきました。本当はねちょっとまだまだ選手の戦いを見たいので、明日勝つ姿はもちろんのこと、これからねベスト4それ以上に進んでってまた戦う勇者を見たいので、なでしこジャパンを応援しておりますので頑張ってください。あと皆さん、前回もなでしこジャパンの動画を上げさせていただいたんですけど、まあ問題がコメント欄ですよね。はい、ちょっと見ていきましょうか。これですね。モリピーってカイホリにガチ恋してるらしいよ。はい、これあれですね。いつも通りアーナルで締め付けネガーですね。また言うてますわ。あと他にも、モリピーって女子サッカーをスケベな目で見てそう。見てませんよ僕、女子サッカースケベな目で見てませんよ。僕は技術と技術の洗練されたぶつかり合いだと見てます。はい。なので、僕女子サッカースケベな目で見てませんよ。
なんでそういうこと言うかな。あとカイホリさんにガチ恋してもいいやろ。なんか嫌な種類のコメントやな。あと他にもなめしこジャパンしか勝たん気持ち悪。お前どっか行けや、気持ち悪いな。なめしこジャパンしか勝たんサッカーボール、キモ。下級国民って、それはお前下級国民やろ。お前みたいなやつが甲子園チアリーダー目当てで見てんだろ。気持ち悪い、やめてくれって言ったよな俺こういう気持ち悪いコメント。な、もしなでしこジャパンのこう選手たちがこう日本でこう盛り上がってるのかなと思って YouTube で検索して、万が一僕のチャンネルのこの動画にたどり着いたら気持ちが悪いチャンネルだと思われちゃうだろ。なあ、そうなったらお前責任取ってくれるのか。他にもなんかいろいろ気持ち悪いコメント多かったんだよな。あといっちゃんがまたメンヘラ爆発してリクエストし始めてる。もうやめてくれ、もうまたメンヘラ爆発してるやんか。あとこの前視聴者でビデオ通話したいって言ってるやつがいたから日付と時間指定して1時間半待たされた挙句、なんかなさそうだったんでジム行っちゃいましたっていう意味はわからんことされたぞ。どういうこと。あと昨日ランニングしてたら雨降ってきてフェイス ID 壊れました。はい、あ。まあ何が言いたいかというと、すいませんね大きな声出しちゃって。皆さんなでしこジャパンを明日応援しましょう。はい、本当はねちょっと生配信したかったんですけど、こういうちょっとキモいコメントに合わされるのビビってちょっと今悩んでおりますので、皆さん、まあ、別々になったとしても変わらぬ気持ちでなでしこジャパンを応援しましょう。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。あいつ何やったんや。